ラジオネーム小山圭さんが今つぶやいてるんですけど、あ、もう始まってますか。うん、始まってる、始まってるよ。はい、あの曲ね、あの流れてましたよ放送で、はいはい、で小山圭さんが今聞いてくれて、はいはい、曲とトークのギャップがすごいわっていうふうに、おお、マシッソよって、なんで韓国語出てきたの今、マシッソよ、今流行ってるんですか。はい、マシッソよ、マシッソよ、どういう意味でしたっけ。あんと、マシッソよは美味しい。じゃあなんでだよ。なんでその瞬間に今で今出てきた言葉がマシッソよなんですよ。お腹空いちゃって、なんかあの、あともう一つ重要なポイントをお伝えしておいてもいいですか。曲さ、これすごい難しいじゃないですか。はいはいはい、ね、あのものすごい音域が広いのに、はいはい、これを完璧に歌いこなしてるのは吉川さん、かなりすごいことですよ。あ、でもこれは、ね、でも結構曲のあのいろいろいじってくれたりとかしてると思うので本当ちゃんと歌えてるんじゃないこれ。いや、歌ってますよ吉川は。基本生なんですけど、わかる、ライブとかもそうですもんね。生なんですけど、この曲に関しては、結構バックで音出していただきたいなっていうのは交渉中ですね。あ、交渉中なんですか。高すぎて怖いんで、すごいな、ものすごいストレートなこと言ってますけど、ただこれのちゃんと歌えてますからね、この曲、ね、はいはいはい、ね、でさらにあともう一つ重要なあのポジション、まあ、理由として、この吉川さんは美人だっていうポイントがありますからね、皆さんここ重要なところなんで覚えててください。あ、ここ普通なんですね。なんかよくわかりません。マシッソよではないんで、ここは、はい、でイベントの他になんかね、いろんなね、あの歴史問題、はい、来てきた、で歴史問題なんですけど、みんなが一つずつちょっと困ってるところなんです。何かというと、千葉国旗までが、実は江戸時代ではないかっていう説がやっぱりいくつかあるっていうと。江戸時代？うん。あの、で、あの、ただね、あの、あんまり、あの、弥生時代のその、稲作までの間だと問題が出しづらいっていうですね、1学期の2回目ぐらいまで終わっちゃうんですよ。ラジオネーム五所さん。はい。農民が稲を刈るために使っていた道具は？稲刈り機。弥生時代に？カマ多分こっちならまだギリギリ正解じゃないかな。カマ、多分カマでいいと思いますけど、カマ狩り機でしたっけ。カマでいいと思います。カマ、これカマで勝てるんだと思うんですよ。なんか普通すぎて、なんか引っ掛け問題ですねそれ。引っ掛け問題、僕も基本的にはあのなんて言うんでしょう、あの答えは書いてないんで、ご所さんも。あ、答えも書いてね、送ってきていただきたかったんですけどね。あ、ラジオネーム R1 さんから送ってきていただいてます、はい、ガッツさんに近い領域っていう感想をいただいてまして、え？石松さんって知ってます？はい。ねえ、ガス石松さんみたいな世界に近いっていう話です。ありがとうございます。わかんないけど。正しいです。大丈夫です。正しいです。正しいです。はい。で、吉川さんなんですけど、あの、改めてニューシングル、明日発売ですよね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。で、リリース記念イベントが、吉川フェスエピソード3がですね、はい。東京、大阪、名古屋で開催されるんですが、東京はですね、7月の28日の土曜日に下北沢ガーデンで、7月の29日日曜日に、まだ対抗ありましたね。日本橋三井ホールで、それぞれ2回公演が決定しておりますと、いうことでございます。それぞれ2回ですね。はい。で、8月の5日、東京お台場の青海特設会場で行われる東京アイドルフェスティバル2012出演決定。どうしたんですか、ドヤ顔してますけど。はい。初めてです。あ、初めて、楽しみにしてるんですね。はい。だけどもう一個すごいありますよ。何ですか。9月の28日30日に、アメリカのアトランタで開催される日本のアニメ漫画文化の紹介イベント、アニメウィークエンドアトランタ2012に出演が決定している。なんでバチで自分の手叩いてるんですか。いや、素晴らしい。ペッチペチ言ってますけど、素晴らしいですけど、はい、あの、ちなみに、あの、アトランタなんですけど、はい、これ、アトランタとか海外行かれたことって今までありますか。グアムあります。グアムある。撮影だね。あ、撮影で。なるほど。アトランタは初めてですか、じゃあ。初めてですよ。初めてですか。あの、アトランタどんなとこだと想像されてます。アトランタって私、あんまりよくわかんないですけど、あれのイメージがあります。どんなイメージ。あれ、スキーじゃなくて雪みたいな、結晶のイメージがある。なんか、雪みたいな。わかります？僕が知ってる限りでは中部地方なんで、そんなに雪のイメージはアトランタないですね。え、本当ですか？はい。え、アトランタってなんか雪なんですよね。キッカの言ってることわかんないかな、みんな。ほんとね。多分なんか画像がそういうのあるんです。アトランタって。うん。なんか多分。すいません。あの、バチでね、頭は叩かない方がいいよ。はい。コツコツって今一瞬の声聞こえたんですけど。うん、あれはアイドルが自分の頭をバチで叩く音が今。聞こえてまいりました。もうないの時間、もったいないな。歴史の問題やりたかった、やりたかったですね。吉川優さんのオフィシャルサイト、あ、じゃあ吉川さんの、あの、オフィシャルサイトに、あの、なんかこう、連絡取れる。スタッフの方、あの、ツイッターとかやってますもんね、吉川優さんね。そこにあの、リプライで送ってあげると、定期的に答えたりとかきっとしてくれると思います。あ、普通に私、つぶやきとか、あれやってるんで、マネージャーさんのやつで。なんかない、はい、って言われて。ああ、すごい。ラジオネーム、和風マグダニエルさん。日本は吉川優を輸出しますっていう。
え、なに、どういう意味、どういう意味、それ、うまいこと言ったね。アトランタに、うまいこと、嘘、うまいこと言ってもいるんだけどね。うまいね。もう、もったいないの、もっとやろうよ。今夜のゲストは、吉川優さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。CM の後は、ローソンのサポーターズプラスです。